新たに福岡県に大雨特別警報が出たことを受け、気象庁は緊急会見を開き、発表された地域ではすでに何らかの災害が発生している可能性が高く、直ちに身の安全を確保するよう呼びかけました。まだ出口は見通せないと思ってですね、今しばらくの厳重な警戒を続けていただきたいと思います。佐賀県、長崎県に加え、新たに福岡県に大雨特別警報が発表されました。これを受け、気象庁は午前7時前から会見を開き、命の危険が迫っているため身の安全を確保しなければいけない状況と指摘しました。その上で、自分が今いる場所の災害発生の危険度について、気象庁のホームページに掲載されている危険度分布マップキキクルで確認してほしいとしています。気象庁によりますと、今後他の地域でも大雨特別警報が発表される可能性があるということです。